このぐらいこう難しい馬には今後出会わないだろうなっていうぐらい、うん、いろんな経験させてもらいました、うん。優勝もね、初勝利させていただいて、本当にデビューから引退まで本当にこう心が休まらないというか、はい、本当いろいろ考えさせられたというか、このぐらいこう難しい馬には今後出会わないだろうなっていうぐらい、いろんな経験させてもらいました。うん、どのレースも今聞かれたらすぐ答えられるぐらい思い出がたくさんあるんですけど、はい、一番本当に嬉しかったのは、僕はもうシルクロード折り合い面でいろいろ苦労した子なんで、はい、折り合って強い競馬で勝てたっていう時に、はい、やってきたことが本当に報われたというか、うん、僕もですけど、ね、スタッフもそうですし、本当に厩舎スタッフ、牧場スタッフと、はい、みんなでこう一番喜べたのがあのレースかなって気がします。はい、なんかね、愛情深いとかあるんで、はい、ツンツンしずっとしてるわけでもなくて、はいはい、こうやっぱりこう愛情を持って人にも接する部分もあったんで、あ、自分というか自分軸を持ってるというか、はい、人間だったら相当いい女なんだろうって気がしましたね。引退近づいてちょっと寂しい気持ちとやりきらないとっていう責任感と、はい、いろんな感情だったんですけど、はい、引退してすぐにやっぱり寂しいなと思って会いに行った時に、はい、なんかもうあお母さんになるんだなっていうのがね、すごくヒアリングの厩舎見て、はい、出てきたとこ見て、もう今度すごいワクワクして、はい、僕まだ若くて調教師で良かったなっていう気はしますけど、まあ、ついてすぐでしたし、はい、でちょうど対面の厩舎にお母さんの白忍者がいて、あ、はあはあ、なんか環境的にもねすごく微笑ましいというかほっとしたというか、ね、楽しみしかないなって感じがします。そうですね、生まれてこないと分かんない部分ではあるんですけど、まあ、先ほども話出ましたけど、はい、まあ、愛情深い子なので、はい、子供にもね本当に愛情を注いでくれて、はい、持ってるスピードの部分だけを提唱してもらって、あとお父さんのいいところを、はいはい、はい、決闘的にもね、白雪姫の決闘なんで、つながっていく決闘ですし、はいはい、確実に多分いい子は出ると思うんですけど、うん、まあ、オーナーもね、メケイさんの妻として繁殖が取れたんで、はいはいはい、はい、まあ、僕がオーナーに嫌われない限りは、はい、お話しいただけるんですか。はい、お母さんできますよ。何つけるのかな。お母さんしてくれるの。何つけるかな。やってほしいな。コントレール。サークルなり。コントレール近いですよね。あ、近い。ニッチアイデアかディープやから。あ、でも読むか。もう何にも関係ないです。いや。オルフェーブル。ローザン推しはグレナディエラ。えらいことなりそう。うん、グレナなんですけど、推しは向こうグレナディアガーズ。グレナディアガーズ、もうめっちゃ短距離作ろうとしてる。短距離でも足長いでしょ、うん、あの子足短いから届かない。ステイゴールド、ステイゴールドと一緒やん。あ、ドリームジャーニー、ドリームジャーニーと一緒やん。
通称は